どうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はですね、ホグライダーに関してね、ちょっと語っていきたいなというふうに思うんですけども、まあ語るといってもね、別に、延々とホグライダーの凄さに関して、こう、話していくつもりは全然なくって、当然いつも通りね、動画見ながら、お話をしていきたいと思うんですけども、まあ攻めのね、なんていうのかな、アイデアが全部ホグライダーつながりの、お話に今回なりますよというところですね。で、ホグライダーで今回ね、3つの攻めを見てもらいたいと思います。1発目が、スーサイドチックなホグライダーで、2つ目がクイヒーホグ、3つ目が、その2つの合いの子のような感じですね、バランス型。この3つの、ね、攻め方をちょっと見てもらいたいというふうに思うんですけども、まず1発目いってみましょうか。スーサイドっぽいホグライダーですね。ライドニングドラゴンとボマー持ってきてますんで、これを使ってですね、ここのところですね、ここをきっちりとカットしていきながら、残ったこのゾーンっていうのをホグライダーでこう回していくと、こんなような感じの、ざっくり言うとプランニングですね。で、見てもらいたいのは、このね、ヒーロープラスライトニングドラゴンパートのうまさですね。これが非常にすごい。こういうところのバルーンなんかもね、こういうバルーンを使ってしっかりとホグライダーのルートがね、ここからこう入っていくときにばらけないように、こういうふうにね、ばらけないようにしっかり事前に潰してますよね。嫌な施設を。で、それに合わせて、防衛施設もこうね、釣っている、防衛援軍か、もこうね、釣っているっていうのが、これまた、憎い話ですね。うまいですね。しっかり相手のね、防衛のネクロマンサーだったりとか、ベビードラゴンは、ポイズンを使ってアジャクイで処理と。これ非常に大事ですね。相手のアジャクイと、防衛援軍は、処理をしておかないと、ホグライダーがやられちゃいますんでね。で、このね、ライトニングドラゴンプラス、2体プラス、ボマーっていう、削り方も結構ね、これも上等手段です。なかなかまあコストは使っちゃうんですけども、これ、クイヒをね、混ぜ込む戦術ではないので、結構ね、ホグに、使うコストも十分残しながら、こう削りを入れることができる。まあ、いい、枠の使い方ですよね。ただですね、ちょっと今ここで見ておきたいのが、ここなんですね。ここ。ギガテスラ、今、ホグライダーが壊してきましたよね。なんでかっていうと、ここにいたライトニングドラゴンのチェーンが、ここにこうガガガッとこう入ってたんですね。で、ギガテスラが起動したから、ホグライダーがそこに向かって突撃していけたと、いうことになるんですけども、これね、星2を、絶対取りたいよっていう場合には、ちょっとおすすめしない、リスクのある、ギガテスラの潰し方ですね。今回、あなたさん、これ、秘書権になりまして、一回目で星2を取っているんでね、こういうリスクを含めたアタックをされてましたけども、もしもこれね、初見で絶対に星2が落とせない、いろんな大会とか、クラン対戦の初見アタックみたいな場合には、クエイクをね、一発持っていくとかして、ギガテスラをこう、起動させる手段っていうのを、あらかじめ準備した上でホグライダーを出す方がね、確実にギガテスラを潰せて、星2の延長っていう、プランが成立するんで、これはね、あなたさん、今回リスクを取ってでも全開すると。意味でこれは全然ありなんですけども、ケースバイケースで、必ずしもね、これ一辺倒が、ベストというふうには考えないでもらった方がいいかなというふうに思いますね。いや、非常にお見事な全開ですね。じゃあ次ちょっと行ってみたいと思います。次はね、クイヒーホグですね。このアタックに関して見ていきたいんですけども、星2が今見えたと思います。前回ではないんですよね。で、どこに注目してもらいたいかというと、時間の配分。そこにね、注目してみてください。今、攻め始まりましたけど、3分ジャストで始まってるんで、当然これ時間切れで、前回逃しているんですね。じゃあ、どこがね、その時間切れのポイントだったかっていうのを、ちょっとね、考えながらこう見てもらえたらというふうに思います。バーバリアンキング、ここですね。きっちりとこう、サイドカットに走っていってますね。ここ。ガガッとこう、カットしていってくれていて。で、ここはウィザードで、同じくカット。そうすると、アーチャークイーンは、こんな風にルートを取って、奥へ奥へと、クイヒーの格好で進んでいきますね。で、この面から一気にホグを、ドバババッとこうね、出していくんですけども、このホグを出すタイミング、ここをね、よくちょっと見てみてもらいたいと思います。どのくらいのタイミングでホグを出すかっていうんですよ。今回28体持ってきてるから、相当な勢いでホグライダーが主力なんですよね。さて、今の時点で1分過ぎて33秒。
時間的にはね、ちょうど、3分ぴったりで、前回に持っていける、理論上はというか、机上の計算上はね、いける、悪くない時間の今、使い方をしているかなというふうに思います。で、ちょっとね、やっぱここが怖いですね。ここは、あなたさん結構、勇気持って攻めたと思うんですけども、この辺、だいぶね、相手の防衛施設が集中してるんで、今、ロイヤルゴーストをね、使ってちょっとカットしてましたね。こうやって非ダメージを減らすっていうことをしていかないと、クイヒーフの隙間に入って生き残れません。レイジもふんざんに使いながら、相手の援軍を叩いて、で、この後、イーグル砲を叩いてからのギガテスを叩くと。いうところなんですけども、時間半分過ぎて 44% なんで、ちょっとこれは遅いペースですね。ギガテスラをここで叩き始めて、さらにレイジをかけてというところですね。で、星2はこれはどうやら確保できそうですが、3まで飛ばすには時間との勝負。で、ボマーを出してからの、バルーン。これもうまいですね。ボマーでしっかりターゲットを取ってから、腰のバルーンを出すという順番で、このバルーンがやられずにちゃんとアーチャータワー壊しましたね。で、今、ここ見てもらった通りも、58秒ぐらいで、ホグライダー登場しましたね。登場して、一気にこのままガーッとこう流れていくんですけども、さてさて、残り1分弱でホグライダーがどこまで回るかっていうのが、ポイントになってくるんですよね。相手のアーチャークイーンが残っているので、当然これはね、ポイズもな、スケルトもなんもないですから、やれる前にやるということで処理していくしかない。で、呪文に関してもヒールがあと2発あるので、基本、ホークがやられる心配はない感じですね。もう序盤のやっぱクイヒーパートも非常にうまかったと、いうことだと思うんですけども。さて、残念ながらここで、ヒールが1個残っている状態で残り15秒を切ってしまったというところですね。これによってもう残念ですけども、時間切れはもうちょっと免れないっていう感じですね。ストレージがだいぶ多く残ってますね。こういうところに。どうでしょうね。ユニットの体力というか呪文を持て合わせてこれ。やっぱりですね、クイヒーっていうのは、ホグライダーとも非常に相性がいいんですね。なんで、よくね、使える場面非常に多いんですけども、ホグを出すタイミングっていうのはね、肝で、やっぱり、どんな遅くでも30秒ぐらい残っているところでホグライダーを出していかないと、掃除まで全部やりきれないっていうところですね。今回、ウィザードもしっかりね、あなたさん持ってきていて、掃除用のユニットもあるんですけども、それでも足んないと、いうところからすると、ちょっとね、クイヒーパートで引っ張りすぎちゃうと、全開に行けない。つまり、クイヒーパートで引っ張らない、引っ張る、なんていうのかな、プランになってしまうんだったら、クイヒーホグっていうのはやめるべきですね。1分半ぐらい、だから破壊率 30% ぐらいでホグが出せるような状態。これが見えないんだったら、ちょっと別の戦術に、変えていく必要がある。そんなようなことがね、今回の攻めから分かるかなというふうに思います。惜しかったんですけどね。で、そんな場合はじゃあどうするかっていうと、これですね。今回のこのあなたさんのアタック、またもう一本見てもらいたいのは、ですね、クイヒーを、オゼヒーを使いながらの、ペッカ・ボーラー、なんていうでしょう、もうね、よくコウモリなんかに私よく混ぜるんですけど、ヒーラーペッカボーラープラスホグみたいな感じですかね。うまく形容しにくいんですけども、簡単にプランを話すと、ここですね、しっかり、グランドウォーデンでカットをしていくと。でこっち側もカットを加えた上で一気にここからダーッとニットを流していって、でその前にニットはこっちに走らせながら残ったこの区画、ここをホグライダーでぐっとこう回していく。こんな感じですね。こっちが主力部隊。主力部隊っていうね、どっちが主力か分かんないんですよね、はっきり言って。ペッカとボーラーにヒーラーがついてるんで、一応コスト的には、ホグライダーは主力じゃないと思うんですけども、呪文見るとね、ヒール3発持っていってますから、だいぶね、ホグライダーも主力になる。だから、ほんとバランス型ですよね。クイヒーホグみたいにホグライダーが主役ですよというんではなくて、本当にね、これは、ペッカボーラたちも主力だし、ホグも主力というところですね。で、ホグライダー1分30秒のが残っているところでスタートしますね。多分、プラス10秒ぐらい余してましたんで、1分40秒ぐらいのところからホグをスタートしますね。これでのタイミングでやっぱりホグライダーを入れられるようなプランにした方がいいんですよね。で、入れた瞬間の破壊率はおよそ 40% 弱、35から30ぐらいかな、になってたと思います。
で、その破壊率っていうのもね、しっかりと1分、まあ、20秒ぐらいで、救い出せるミート構成っていうのが、今ここに、真ん中にいるね、ペッカーとボーラたち。まあ、このね、アーチャークイーンだけではなくて、この編成ですよね。このユニットの、なんていうかな、コストの使い方。これによって時間を巻いたんですね。で、巻くことによってきっちりと、ホグライダーが最後まで、歩き終わっても時間が残るような、タイムマネジメントができます。まあ、おそらくね、今回のこの配置、クイヒーでこの真ん中にね、こうダダッと入っていったら、おそらくね、クイヒーがやられちゃうんで、まあやらないと思うんですけども、仮にまあ、できたとしても、今のね、ペッカとかボーラを混ぜた編成よりもよっぽど時間かかっちゃいますよね。お手ヒーなんかもこうやってましたしね、グランドボーデンヒーラーってここで。なんで、時間をどうしてもね、使っちゃうっていう場合には、ホグライダーを無理に増やさずに、ちょっと減らして、まあ、こんな風にね、ホグライダー以外のユニットで、早めに削りを入れてからの、ホグルートを、削りを入れてごめんなさいね、作ったルートをホグで回す。まあ、こういうね、発想で攻めてみるっていうのも、まあ、一つの手かなというふうに思います。さて、どうですかね、本日3つの、ホグライダー戦術、ご覧いただきました。1つは、まあ、スーサイドチックなホグ戦術ですね。まあ、これはタイムマネジメントというよりは、ユニットマネジメントですね。まあ、どこまでユニットが、持ちこたえて削りを入れられるかっていう、そこの、塩梅によって、成否が分かれちゃうっていうパターン。でもう2つ目の見てもらったのがクイヒーホグですね。これは、まあ、クイヒーを生かせるルートが仮に見つかっても、そこでね、1分30秒以上、クイヒーパートにかけざるを得ない状況であれば、ちょっとやっぱりこれはね、時間切れのリスクがあるんで、前回狙いとしては、まあ、避けるべきかなっていうところ。で、3つ目は、そういうパターンにおいても、ホグライダーを少し減らして、まあ、ヒーラーもね、今回これ4体ですね。この今、画面出てるこの編成。4体に減らして、で、ペッカとかボーラーをね、こう少し混ぜて、そんな多くないですよね。ペッカ1体にボーラー8体か。で、まあ、円空に一応ね、アイゴレペッカ入ってますけども。まあ、こいつらを混ぜていって、早めにね、ホグライダーとルートを確保するような、序盤から中盤の、ユニットの使い方をして、で、十分な時間を余したところでホグライダー投入するというね、タイムマネジメント。この辺っていうのが、二つ目みたいにね、クイヒーホグで、ちょっと時間が足んなそうな、場合っていうのは、使える上等手段かなと。まあ、そんな風に思います。というところでね、結構今回語りまくりましたが、どうですかね。なんか皆さんに発見があれば嬉しいなと思いますが、動画はここで、終了とさせていただきます。よろしければね、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん、関西クラクラクラブにも遊びに来てください。お待ちしております。では失礼します。バイバイ。